高橋洋一は日本の漫画家。東京都葛飾区四津木出身。東京都立南葛飾高等学校卒業。元妻は声優の日々の樹里。血液型は A 型。主にスポーツを題材とした作品を執筆している。代表作はサッカーを題材にした作品、キャプテン翼。1980年週刊少年ジャンプにおいて、 読み切り作品、キャプテン翼でデビュー。翌年、同作品で連載開始。同作品は人気を博し、1983年にテレビ東京系でアニメ化された。キャプテン翼の最初のアニメ化で、翼役を演じた小貝陽子と結婚した。現在のプロサッカー選手には国内外問わず、当時、キャプテン翼に影響された少年たちも多く、 キャプテン翼がなければ、現在の日本サッカーチームはなかったとまで言われる。スフィアリーグに参加する、芸能人女子、フットサルチーム、南クズシューターズの監督や葛飾区の、サッカークラブチーム、南クズ SC の講演会会長も務める。また、ロードツー2002では、翼が FC バルセロナで入団し活躍することから、2004年2月16日に、 FC バルセロナ会長から直々に招待され、VIP 席で試合を観戦したこともある。また、FC バルセロナのライバルであるレアルマドリードの会長からは、なぜ翼をうちのチームに入れてくれなかったんだというコメントを受けている。さらに作中で、翼がバルセロナに入団した際、バルセロナのスポンサーであるナイキ社から、 翼のスパイクをアディダス社からナイキ社に変更してほしいという要望を受けたがこれを誇示している。これに関して高橋は週刊ヤングジャンプ氏の取材で僕はアディダスのファンなのでと語っている。2006年には漫画家として異例の CM 出演にとどまらず翼との共演を果たした。サッカー以外にもスポーツ全般をこの未中学生時代は卓球部に 高校時代は、南式野球部に所属、エース。連載中も草野球チームやソフトボールのチームを、いくつか掛け持っており、北海道移転前からの北海道、日本ハムファイターズのファンでもある。また、漫画以外でも、フランスのプロサッカークラブ、グルノーブルフット38のイメージキャラクターも手掛けている。さらに、イラク復旧活動の際には自衛隊側からの依頼で、 イラクの子供に喜んで受け入れてもらうために自衛隊の車両にキャプテン翼のキャラクターを描くなど執筆活動以外の活動も行っている。2009年にはオリンピックの東京招致活動の一環であるメッセージフラッグに大空翼と若林玄造のイラストとメッセージを書き込んだ。2011年には 女子 W 杯に出場した日本女子代表の激励のため開催国ドイツに赴く。その際、翼と沢和誉をモデルにした応援キャラクターのカエデちゃんを書き込んだ日の丸をチームに寄贈した。その後日本が女子 W 杯初優勝を果たした際、沢もこの日の丸を身にまとってウィニングランを行っている。2008年6月18日、 J2 第18節横浜 FC 対徳島ボルティス1000より横浜 FC マッチデイプログラム内に羽ばたけ祝福都市を全13回計26ページにて連載雑誌以外の連載物は初となった2014年頃小賀ゆ陽子と離婚2015年2月一般社団法人日本フットゴルフ協会アンバサダーに就任ありがとうございます